大したこと言ってないですよね。読むだけなのね、証明書なんだ。まあ、でこの定義に基づいて、さっき曖昧だって言ってたいろんな概念を一応数学的に純粋定義で言います。オメガをまずこの標本空間と呼びます。オメガ、標本空間。でオメガの弦を標本と呼びます。F の弦を事象と、さっきまで言ったとおりですね。F の弦を事象と呼んで、特に、まあ、F の弦としてのオメガを全事象というふうに呼びます。そして F の弦が互いに素であるときにそれらは排反であるというふうに呼んで、そして P を確率素分と呼んで PA を事象 A の確率と呼ぶとですね。まあ、いっぱい出てきましたけども、結局まあ大事なところは、まあ、F っていうのは事象の集合で、 F っていうのは事象の集合で P っていうのは確率を与える関数であるということですね。よろしいですか？何か質問ありますか？難しい？大丈夫ですか？注意したのは、ここで言ってる、例えばここで言ってる、まあ、その、なんか、ここで例えば F の弦を事象と呼ぶって言ってるのは、これは言葉の上の問題であって、別に、哲学的な問題をうまく回避してるわけですね。F の弦を事象と呼ぶと言ったときに、これは別に私たちがイメージする事象のことを指しているんじゃなくて、ただ集合のことを事象と呼び直しているだけですから、注意をしてくださいね。数学ってそういうものです。私たちがイメージするものと全く完全に対応していると思っちゃいけないわけですね。完全にピュアに定義するとこういう呼び方が問題になっちゃう。集合を事象とただ呼んでるんだと。はい、翻訳すれば、再び分かりやすく翻訳すれば、まあ、A とオメガは全事象であって F は事象の集合であって、で1番の条件、任意の確率、事象の確率は0以上、確率というのは0以上で、事象 A1、A2、点々点が排反になればどれかが起こる確率は各事象の確率のままであるですね。 A1 が起きるか、A2 が起きるか、A3 が起きるか、A4 が起きるか、点々点という確率はそれぞれが起きる確率をただ足せばいいと、排反になる。で、全事象の確率は1であるということになります。で、この確率速度ですね。確率速度 B というのはよく使うので、記号の乱用を行うことにします。この一点集合、A1 個だけの集合の確率っていうのはよく出てくるので、それを単純に PA と書くことにします。でそれから、ある条件を満たす X の集合の確率というものが並んだらしいので、P、括弧条件というふうに書きます。さて、で練習問題ですね。さっきのこれには何か足りていなさそうなものが、いくらか足りていなさそうに思えるものがあるんですけど、それは全部ちゃんと導くことができると。確率速度 P に対して空集合の確率は0であると。つまり空事象、何も起きないという事象の確率は0であると、ね。これを示してください。まあ、後で読んでみてくださいと。ちゃんと証明できます。それから、定義では、ここ大事ですね。定義では完全加法性、完全加法性と呼ばれるものを、要請しています。この完全加法性というのは、要するに、無限個、加算無限個の和集合に対してこの分解ができるということを要請していますね。要するに無限個のやつに対してできると、これを完全加法性と呼びますね。で、無限個じゃないのを有限加法性と呼びます。要するに、互いにそうな N 個ですね、 N 個の事象に対して、それらの和集合の確率っていうのは個々の確率の和であるとです、ね、さっきと違うのはこっち側無限個の集合じゃないです、ね、有限個の集合であるというところだけがちょっと違うんですが、有限加法性というのはさっきの、123から導くことが、できます。要するに有限個の和集合っていうのを、有限個の和集合にファイ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 とくっつけて加算個の和集合にして完全加法性を使って、さっき空集合の確率は1だと、あ0だと使ってこうなるということですね。だからまあ有限個の加法性も含まれ成り立ちますよと。はい、でそうするとですね、まあちょっとここは脱線なんですが、脱線するんですけども、
あの集合 X と X 乗の完全化法則 F です、ね、に対して、F 乗の関数 μ、0以上ですね、0以上で0以上無限大以下ですね、こっち無限大未満と無限大以下なので無限大部分なんですけども、まあ、F 乗の関数 μ が、空集合だと0で、完全化法的であるというときにそれを速度と速度ミージャーという意味で読みます、速度ですね、この速度でここで確率速度って書いてあるんだけど、これはもっと一般的な抽象的な速度という概念の、まあ、特別な例であるわけですね。速度というものは集合のサイズの抽象化であると、集合の大きさ概念の抽象化を速度、速度と呼びます、つまり、まあ空集合が0というのは、まあ、集合が空っぽだったらサイズ0ですよということで、完全化法的であるというのは、まあ、これは有限の場合ですけど、例えばまあ A と B と C が、A と B と C が交わってなかったら、この A と B と C 合わせた集合の大きさというのはそれぞれの大きさの和でしょうと、まあ、大きさという概念がもしあるとしたら、まあ、それは完全化法的じゃないのということですね、としてですね、速度という概念を考えることが、できます。こういった、まあ、この勉強会では前提としませんけども、普通に確率とか統計をやるときはこういった速度に関する速度論という数学があるんですけど、まあ、普通はこれの知識が要求されているはずですね、前提として要求、されています。この勉強会では一応ほとんど必要ないように説明しますが、ぜひ学んだ方が良いと、本気で統計確率統計をやるのであればぜひ学んだ方が良いと思います。論文のアルゴリズム使いたいと思っても論文が読めないという状態になりますからね。別に論文というのは親切に書いてないですから、論文というのは一般人向けに書かれるものではなくて専門家向けに書かれるものまで読めないということになります。ぜひですね、速度論というのを勉強する必要があって、で、まあ、速度論というのを勉強するためには、まあ、集合論と、まあ、位相空間論というものを勉強する必要があって、まあ、距離空間とか勉強する必要があって、いっぱい勉強しなきゃいけないんですけど、まあ、なのでさっき言いましたけど、確率論は結構高いところにあると、いろいろ積み上げた先にあるので結構難しい数学ということはまあ理解した上で、まあ、ぜひ勉強していただきたいなと思います。まあ、興味があったらですね、まあまあ、個人的に話しましょう。はい、1時間ですね、しましょう。で練習問題、まあ、いくつか証明ですね。さっきの確率空間の 1,2,3 の性質だけで、ここにある性質が証明できます。まあ、これはよく皆さん知ってますね。要するに余事象の確率は1からそれを引いたものだとですね。 A が起こらないという確率は 1-A が起こる確率であるということですね。これさっきの 1,2,3 あれ使って証明ができます。それから、確率速度 B の単調性と呼ばれるものですね。A という事象が B という事象の部分集合ならば、A という事象が B という事象の一部ならば、B が起こる確率の方が大きいですよ。まあ、当たり前というわけですね。これもちゃんと証明ができます。それから、B が A を含んでいるならば、B から A を取り除いた部分ですね。B から A を取り除いたところが起きる確率というのは PB-PA であると。B は起こるんだけど A は起こらないという、ですね、まあ、どう集合 B から A をくり抜いたものですね。それの確率は PB-PA であると。これもさっきの 1,2,3 から証明ができます。やってみてください。下に書いて、まあ、いい練習になるはずです。それから、これも、高校数学で学んだんですね。加法定理と呼ばれるんですね。確率速度 P に関してこれが成り立ちます。 A または B が成り立つ確率、A または B が起きる確率っていうのは A が起きる確率足す B が起きる確率引く A かつ B が起こる確率である。これ高校数学で成り立つんですね。まあ、直感的に言えば、まあ、A が起こる確率と B が起こる確率足すんだけど、でこの A と B が重複していると、重複部分があるので重複部分を引き算しなきゃいけないということですね。特に A と B が排反のときはこの重なる部分がないので、PA または B は PA たす PB であると、ね、これも証明ができますから、ね、やってみてください。はい、
では、確率速度ですね、確率速度、まずは確率の例ですね、いくつか挙げてみましょう。標本空間を有限集合、何らかの有限集合をオメガとします。有限集合から有限この点からなる集合、そして、事象の集合 F をオメガの F 集合、部分集合全部としましょう。そして、PA、 PA を、オメガの要素数分の A の要素数というふうにすれば、これは確率速度となります。まあ、なることは証明してみてください。さっきの 1,2,3 がないですことを示せばいいわけです。で、もうこれは分かったんですが、これは要するに一番最初に言った解釈1、組み合わせ論的確率を、まあ、数学的にもし表現するならこうなるということです。ただし同様に確かという部分はないです。書けませんと。書けません。それは同様に確かかを確認するのは、私たちの責任であって数学の責任じゃないかと。そこが注意ですね。まあ、いずれにせよこれは、まあ、組み合わせ論的な考え方。例えば例としてオメガイコール 1,2,3,4,5 に対して、まあ、確率速度をこのように考えれば、まあ、普通の細胞の数学的なモデルとなります、ね。確率速度の例その2、より一般的なセッティングとして標本空間を、まあ、有限集合オメガ、X1,X2,X3,XN という N 個の点からある有限集合としましょう。事象の集合はオメガの全ての部分集合としましょう。この時に、PX1 たす PX2 たす点点点点 PXN 全部足したら1になるようにですね、全部足したら1になるようにそれぞれの PXI を定めれば、あとはそれらを組み合わせたものが自動的に決まると、自動的に出来上がって確率速度が定まりますと、ね。例えば、いびつなコイン、いびつなコインというものを表現したいとしよう。いびつなコイン、標本空間は表と裏であると、事象の集合はオメガの部分集合、オメガの部分集合すべて、つまり空集合か表裏、表裏4つの集合ですね。で P 表、 P 表を例えば100分の51、 P 裏を100分の49みたいに定義すれば、まあ、足して1になりますから、これでちゃんと確率速度になっていると、ちゃんと確率として考えることができるということですね。まあ、こんな感じで、まあ、いびつなものっていうのはそれぞれ個別に値をこう入れてあったですね、モデル化すればよいということになります。まあいいでしょうね。確率速度の例、ちょっと難しめ、全事象オメガは、まあ、実数全体、数直線全体としましょう。で、事象の集合は、数直線上の、まあまあ、何らかの、まあ、図形、線分の切れ端をいくつかくっつけたものですね、線分をくっつけたもの、ボレル集合ですね。として、まあ、定数 AB をまあ固定しておいて、区間 AB に含まれる区間 XY に対して、XY の確率を、区間 XY の確率を B-A 分の Y-X とすると。いいですか ?B-A 分の Y-X とすると。それから、区間 AB と交わらない集合に対しては、その確率を0と定義すると、あとは残りの部分は自動的に決まって確率速度となります。ちょっとよくわからないですね。これはでも僕は非常に重要な例です。コンピューターで非常に重要なものです。区間01からランダムに実数 X を選んだ場合ですね。区間01からランダムに実数 X を選んだ場合、その X が 0.3 より大きく 0.5 未満であるという確率を考えてください。これはどう考えるべきかというと、全体の幅が1引く0、まつめ1だと、全体の幅が1であって、で 0.3 から 0.5 というのは幅が 0.2 であると引き算する、まあ、つまり 0.2 であると、ランダムに実数 X を1個選んだ場合、0から1の間の実数を1つ選んだ場合、それが 0.3 から 0.5 の間に入っている確率は約 0.2、 5分の1であると。5回に1回ぐらいは 0.3 から 0.5 の間に入っているということですね。大丈夫ですか。まあ、そうするとこの式ですね、この式の意味も分かるでしょう。大丈夫。これは、要するに、一様分布と呼ばれるやつ、まあ、来週説明します。一様分布と呼ばれて、まあ、コンピューターでに実装されている要するに疑似乱数というものは、まあ、数学的に議論する場合には、まあ、こういうものに置き換えて考えるということになるわけです。要するにその疑似乱数でいいですよね。
今見えますよね、ランダムに。ランダムドットランダムみたいな、はい、今適当に乱数を生成したら 0.3 と出てきましたけど、こういった数字が出てくる確率というのを考えるときに、まあ、こういった数学的にはこういったセッティングを考えてやるということになりますね。で、まあ、コンピューターで乱数というのは基本的にはまあそういう一様乱数しかないで作れないわけですから、それをこの一様乱数を操作して欲しい乱数を作るというようなことを考えなきゃいけないですね。例えば来週やっていきます。もちろん注意しなきゃいけないのはコンピューターの乱数っていうのは、次数じゃないですから、コンピューターで生成できる数っていうのは有理数しかないので次数全体を取らないですから、本当はこれとこの定義だと違うんですよね。完全に同じじゃないんですよね。そのコンピューターで表せるものをきれいに表してるわけじゃないんですけど、でも数学的な取り扱いが優しいから、まあコンピューターの次数を生成すると思ってこういう仮定を使います。はい、で今のこの確率相談は、まあ、言いましたように重要です。これは非常に重要で、コンピューターの疑似乱数のようなものを考えるときに出てきますから、重要なわけで、ちょっと練習問題を用意してみました。今の確率速度 P に対して PX が0、まあ、つまり1点の確率は0であるというね。1点の確率は0である。それから、X 以上 Y 以下である確率も X より大きく Y より小さい確率もイコールであるということを示してください。まあ、正面はこんな感じ。今の練習問題から分かるのが大事なことはですね、1点の確率は0であると。ですか、1点の確率は0であると、これはどういうことだと、今の練習問題から分かることは、確率が0ということは事象が起こらないということではないということですね。びっくりとということですね、まさかそんなと、ということが分かります。まあ、下の例を先に言いましょう。例えば0.01 から0.1 の範囲から実数をランダムに選んだ場合、 0.5 という実数が選ばれる確率は0です。ね、そうですよ ね、 そうですね。だって実数ってものすごく大量にある、まあ、去年無限にある実数って無限にあって、その中の 0.5 っていう一箇所がピタッと選ばれる確率はそれは0でしょう。でもこれを0.5 は決して選ばれることはないんだよと解釈するのはちょっと無理があるんですよね。 0.5 が出てくることだって、まあ、あるはずだと。まあ、もちろん僕は我々の解釈の問題なので数学の問題じゃないわけですが、まあ、いずれにせよ、まあ、そういう解釈をした場合、確率が0ということと、事象が起こらないということは違うのだと。で、補集合を考えれば確率が1ということと絶対起こるということは違うのだと。ここは注意が必要です。なので、まあ今日は出てこないんですけど、確率 の、 数学の本を読むと、ですね、こういった状況がやっぱり ありますので、さっき私が言ったほとんど確実に等しいとか、ほとんど確実に起こるとか、ほとんど確実に起こらないとか、オールモーストシュアリーみたいな、そういう、ものをちゃんと数学的に定義する。ほとんど確実にほにゃららであるとか、まあ、実はそれもいくつかバリエーションがまああるんですよね。オールモストシュアリーとインプロバビリティとかいくつかバリエーションがあるんですけど、まあ、いずれにせよ、まあ、ちょっと注意してください。確率0と1の解釈って無限の集合が出てくるとちょっと直感とはずれるので気をつける必要があります。はい、言い過ぎましょう。ここまでね、とりあえず確率の定義ができたというところですね。何か質問ありますか？大丈夫ですか？質問いいですか？はい、どうぞ。その先ほどの俯瞰の例があったと思うんですけど、はい、その後、少し前のこの前、もうちょっと前の、あ、それですね、はい、普段 AB と交わらない集合 A についてでありますけど、交わらないっていうのは要するにその B よりも大きい範囲と A より小さい範囲の全ての交わらない、はい、交わらない任意の集合 A について、任意の集合、まあ、任意の、まあ、ボレル集合について、 AB と交わる集合について
ていうのは、交わった部分だけ取り考えて考える、交わった部分だけ取るというものは、定義上はいらないんですよ。要するに、交わった部分と交わってない部分に分けて、で交わってない部分が0で、交わった部分が計算する。そうで、自動的に全部決まっちゃうわけです、はい。よろしいですか？大丈夫ですか？そこは完全な補正があるから、そういうことができるということですね。はい。まあ、ちょっとまあ難しめだと思ったと思うんですけども、まあ、さっきも言いましたけど、やっぱり直感的な意味は結構簡単なので、直感的なイメージは簡単なので、まずはイメージをつかんで、そこからまあ厳密なステートメントをちゃんと理解するというふうに進んでいくと、まあ、読めると思います。まあ、ぜひこういうところは、まあ、確率統計をやるのであれば、ちゃんとやっておきたいかなと思いますね。続いて確率変数、確率分布という概念を紹介します。まず確率変数って何かというと、まず確率空間があって、オメガ、まあ全まあ、標本空間、ね、標本空間上の、実数値の関数。実数値の関数を、確率変数というふうに言います。で、個々の標本に対して、実数値を割り当てる。これを確率変数というふうに言います。でまあ、F が確率変数ならば、X が確率変数ならば、まあ、それを2の実数値関数に代入したものもやっぱり実数値になるから、まあ、一般には FX という形で、確率変数を書くことができる。サイコロを振るという思考において、例えば X イコール1が出たときは1以外が出たときは0というものを考えると、これは確率変数になります。要するに個々の標本は 1,2,3,4,5,6 であって、その全てに対して x の値はこれこれですと決めているわけですから、これは確率変数となります。注意したいのはこの時ですね、今ここの上の話においては標本というのは 1,2,3,4,5,6 であって、で確率というのは6分の1 6分の1 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 6分の1であってというふうに考えていたわけですけども、確率変数を定義した場合、確率変数から自動的に新しい確率空間を作ることが可能です。この時ですね、0、1という、まあ、新しい全事象を作って、そして、F をそれの部分集合として、で、P0 を6分の5、P1 を6分の1とすると、新しい確率空間を作ることができます。これは一体どういうことかというと、別にその、この確率変数について考える上では、まあ、1が出た場合とそれ以外だけ考えればいいですので、まあ、それを全部潰しちゃって、要するに、まあ、X の値が0のとき、X の値が1のときの2通りがあって、X の値が0の確率は6分の5で、X の値が1なのは6分の1です、みたいに考えると、新しいまた確率空間ができるということですね。まあ、ここら辺はあんまり詳しくやらないんですけど、結構こういうの重要で、いろいろ細かく議論が本当はされると。さて、まあ、確率変数というのが定義できました。続いて確率分布ですね。確率分布というのは、確率空間なんだけど、まあ標本が実数値で、そして、まあ、その上のボレル集合が、ね、事象であると、いうものを確率分布というふうに言います。まあ、要するにあの分布というのは何かというと、分布というのは、まあ何かしらの、まあ、距離、思った空間にばらまかれている分布しているとはそういうイメージですよね。別に普通ただの集合を分布とは呼ばないわけですね。分布というからには何かしらの、まあ距離のある空間に、要するに、まあ、例えば数直線とか XY 平面とか XYZ 空間といったところに、まあ、分布していると考えるわけですね。まあ、その直感をそのまま定義したんです。要するにこれは数直線上に数直線を標本としてね、でその上の、任意の区間に対して確率が定まっている、これを確率分布と呼ぶんだよと。より一般には、まあ、R の N 乗に対して同じような確率分布が定義されます。XY 平面とか XYZ 空間、ね、といったものに関しても確率分布というのが定義されます。来週以降の、主な考察対象となる確率分布は確率密度関数というものですね。確率密度関数というもので表されるものが主な考察対象となります。
ここ本当はちゃんと厳密に書くのは非常に難しいんですけども、まあね、すごい雑に書いてます。まあ、確率密度関数じゃないかっていうと、まあ、このここにピンクで書いたような何らかのこういう関数で、こういう関数で、で A 以上 B 以下である確率がここの面積となるようなですね。こういうのを確率密度関数と言っています。要するにまあまあですね、こういう意味です。よく見ますよね、こういうやつ。こういうグラフがあって、で、X が A 以上 B 以下である確率がこの面積と。ね、ある皮膚の実数値、0以上の実数値関数、ローというのが存在して、で区間 AB に対する、速度が、その F、F じゃないですか、F じゃない、これローですね、すみません。ローを A から B まで定性義務にしたもの。まあ、つまり、すでに説明したように、ここの面積。ここの面積で表されるのであれば、このローを、この分布の確率密度関数というふうに言います。まあ、これは今、標本空間を数直線ですが、2次元、3次元、4次元、5次元と、いくらでもこの概念は確定することができて、その時はここは重積分になるということになります。まあいいですね。まあ、具体例はそのうちいっぱい出てきます。それから、理算的な確率分布ですね、要するに多分サイコロみたいなものが重要なわけですが、今の確率分布の定義では、標本空間が R だったわけ、標本空間が実数全体だったわけで、そうするとサイコロとかどうするんじゃと、でサイコロは自然数値しか取らない、サイコロは1から6しか取らんと、で全実数だと困るじゃんと、まあ、思うと思うんですけども、まあ、こういうときにサイコロをモデル化するときは、まあ、1点、1、2、3、4、5、6での値を6分の1として、で、1、2、3、4、5、6と交わらない集合に対しては、まあ、0というものを考えると、まあ、これがやはり確率のことになりますので、こういうものを考えればいいと。要するに、まあ、何かというと、例えば、例えば、次の絵を出してみますね。こういうイメージです。こういう。要するにその標本はまあ全実数なんだけど、標本は全実数なんだけど、1、2、3、4、5、6のところだけでポン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 と6分の1だと、まあ、こういう分布だと考えれば、まあこれも一応ボレル集合族の上で、の確率速度と考えることができますね。まあ、ということで、さっきの確率分布の定義は理算的な分布の場合も当てはめられることができますよということなんですが、まあ、まあ分かりにくいので、もっと簡単に、まあ、理算的な確率分布というのはこういう表で書けるものだと思ってくれれば、まあ、いいです。理算的な確率分布というのは、変数 x の値が x1 である確率が p1 であると、x2 である確率が p2 であると、x3 である確率が p3 であると、そういう、まあ、表で書けるようなものを理算的な確率分布と思っていただければ、まあ、それで間違いはほとんど間違いない。はい、でそろそろ、まあ、ちょっと統計量ですね、基本的な統計量を話していきます。まず、期待値ですね、期待値。理算的な確率分布ですね、こういう表で書けるようなものですね。理算的な確率分布に対して、確率変数 fx の期待値は、ね、efx と書きますけども、fx の期待値は、確率 pi かける fxi の、全部の和であると。ね、期待値を求めたい値と確率を掛け算して足す、これ高校数学で学んだ定義と同じはずです。値かける確率の和であるとです、ね、値かける確率の和である、例えばサイコロの出目ですね、サイコロの出目は確率分布としてはこういう表だと考えれば良いです。この時に x 事乗という確率変数の期待値を求めていく、ね、x 二乗という、確率変数の期待値は、1の2乗をかける6分の1足す2の2乗かける6分の1足す3の2乗かける6分の1足す全部足せばいいとです、ね、まあ、6分の91、まあ、つまりサイコロを振って2乗したら大体6分の91であると、そういうことですね、平均的に、まあ、簡単ですね、そんなに難しい話じゃないと思います。今は理算的な場合、連続的な場合ですね、連続的な分布に対しては、その分布が、確率密度関数ローの積分でかけるのであれば、ね、確率密度関数でかけるのであれば、関数 F 確率変数 F の期待値はこれですね、FX かけるロー X の積分であると
FX× ロー X の積分みたいなことになります。要するにこの、これも結局が値だけになるんですけど、この FX ここが値、ここが値で、そしてでこのロー XDX の部分を確率と考えれば、値かける確率の和になるということになります。ちょっと例を挙げてみましょう。確率密度関数としてこんなものを考えましょう。ずーっとゼロで、ここだけ三角形になって、ここずーっとゼロとですね、0から1の範囲だけ 2x という関数を考えてみましょう。でこの、分布上の x の期待値を求めてみましょう。そうすると、x の期待値は x×ρx の全区間での積分であると。で、結局こっち側とこっち側は0になっちゃうから、結局 0から1のところだけ残りますと。で、2x 乗なので積分すると3分の2であると。ですね、3分の2であると。要するに、こういう分布に従って x という値が出てくるんだったら、平均的には3分の2、ここら辺の値が出てきますよね。まあ、なんとなく分かりますね。実はここ重心の位置ですね、重心の位置。重心ってやったことですね、ここら辺。ちょっと2対1の重心が。重心の位置がちょうど平均で、はい、さて、でこの期待値に基づいて平均分散標準偏差というものが定義されます。まあ、今日は定義するだけです。期待値 EX です。 X の期待値ですね。 X の期待値をその確率分布の平均と呼びます。 X の期待値を平均と呼んで、で平均が μ であるとき、平均が μ であるとき、x-μ の2乗の平均、x-μ の2乗の期待値、これを分散と言います。つまりこれは、x-μ とはどういうことかっていうと、平均からのズレですね。平均からのズレを2乗したものの期待値、これを分散と呼びます。平均からずれてるほどここの値は大きくなりますから、この分散というものは確率分布のこの広がり具合を表現していると考えてください。ですね、ここで計算した分散という量が小さいものは、まあ、こんな感じで平均の周りに集まっている。分散が大きいやつはこう広く伸びていると、そういうイメージを持ってくればいいです。で、ここでは変数を2乗しちゃうので、オーダーが2乗になりますから、平方根を取ってですね、平方根を取ったものを考えます。これを標準偏差と呼びます。で分散の標準偏差、分散の平方根も標準偏差と呼びます。よろしいですか。計算してみましょう。またサイコロの例を考えてみましょう。サイコロの出目 X ですね、この確率分布に関して平均分散標準偏差を調べてみましょう。平均は、平均はこの X の期待値なんで、まあ、1×6 分の1足す 2×6 分の1足すというのを全部足して、2分の7であると。2分の7、つまり 3.5 であると。サイコロを1回振ったら、大体 3.5 ぐらいの値が出てくると。そうですね。平均的には。分散は、従って、平均が2分の7ですからね。2分の7が平均ですから、X から2分の7を引いたやつの2乗の期待値を取ればいい。つまり 1-2分の7の2乗×6分の1足す、 2-2分の7の2乗×6分の1足す、 3-2分の7の2乗×6分の1足すってのを全部足せると、最後 6-2分の7の2乗×6分の1足すと12分の30となりますね。でオーダーを揃えるために平方根を取りましょう。標準偏差はルート12分の35でも大体 1.7 ぐらいというふうになります。まあ、つまり、最後のデムの分布ってのはど真ん中が 3.5 であって、ど真ん中が 3.5 であって、まあ、大体平均的に 1.7 ぐらいプラマイズ出てるというふうなイメージを持ってくればいいです、ね、平均的に、まあ、大体、まあ、要するに 3.5 プラス 1.7 というのは、5.2 ですから、まあ、大体そうですね、ここにど真ん中があって、まあ、そこから、まあ、大体 5.5 にゃららぐらいのところまでがちょっと平均的なズレだと、まあ、なんかイメージは分かる。よろしいですね。何か質問ありますか。大丈夫です。もう一個これですね。今度は連続分布バージョンですね。確率密度関数がこんなやつで表されるもの、これは、こういう箱型ですね。箱型の密度関数、これはさっき言った一様分布です。要するにその、さっき不動小数点数の例で出したのと同じです。
要するにその、A 以上 B 以下である確率が5個しか長方形の面積になるような分布ですね。でこれの平均標準偏差を求めてみましょうと、まあ、計算してください、答えが書かれております。平均は2分の1、まあ、そうですね、平均は2分の1の真ん中であると、定義通り計算すると、平均はど真ん中であると。標準偏差は2ルート3分の1、まあ、大体 0.29、まあそうですね、ど真ん中が、まあ、0.5 が、まあ平均で、そこから大体、まあ、プラマイ 0.25 ぐらいずれてるということですね。で、まあ、0.29 という値が出てきています。まあ、よろしいですね。何か見せてもらえますか？まあ、大丈夫ですかね。そんなに。はい。期待値の線形性、それから分散の計算公式ですね。まあ、これは公式として、まあ、とりあえず覚えてください。まあ、来週以降ジャンルを使うので、まあ、自然に覚えると思います。有限値を取る、まあ、確率変数 xy に対して xy と定数 ab に対して、まあ、こんなのが成り立ちます。 ax たす by の期待値は x の期待値かける a たす y の期待値かける b であるというふうになります。これは、まあ相和と積分の性質から学んで、相和とか積分は分けられるから当たり前、相和とか積分が線形であることから、まあ、当然言える性質であるということになります。まあかな、まあ、どういうことかというと例えばですね、なんだろう、例えば、そうだな、まあ、X を、サイコロを振って1の目が出たときに 1が出なかったら0という確率変数としましょうと。でそうするとその、期待値というのは6分の1であると、 1×6 分の1であると、ね、期待値は6分の1であると。で一方サイコロを振って1が出たら100点と、サイコロを振って1が出なかったら0点というゲームを考えたら、その得点の期待値は、まあ、6分の100であると。これは単純に100倍されただけですよ。そう、まあ、そういう感じですね。まあ、結構当たり前の話を言ってます。それから分散の計算公式ですね。まあ、これもまあ来週以降また使いますから、そこでまた説明しますが、まあ、分散は x 次乗の期待値から x の期待値の次乗を引けばよいですよということが言えます。そうすると、さっきここでやってた計算よりだいぶ楽になりますね。ここでいちいち 1-2 とかをやってから計算してたわけですけど、もうそんなことする必要がないですね。2乗したものの期待値から期待値を2乗したものを引けばもう分散ですね。これ非常にありがたいわけです。証明は下に書いてあります。まあ、見といてください。残り30分ですね。何か質問ありますか？ここまで大丈夫ですか？はい、確率変数の実級を実数に取ったんですけど、あ、なんか別に他の集合を取ってもいいような気が、まあ、一般的にはそうなります。一般的には例えば複素数値であってもいいと思います。実数でなきゃ、まあ、いけない理由はまあないし、ないんですが、まあ、確率統計の場面で多分複素数値の確率変数を考えることもありがたみはあんまりないような気がしますね。そんな気がします。本当かな、まあ、そんな気がします。そして、まあ、複素数というのは、まあ、方程式の解が、まあ、代数的形態といって、まあまあまあ、いい性質を持っているんですけど、方程式を解くという場面があまり出てこないので、あまり考えてもいいかもしれないですね。まあ、ただ概念としては考えることができます。はい、じゃあ先に進みますね。同時確率周辺化、ここら辺は結構アルゴリズムとか書くときに、まあ、じゃんじゃん使う知識になってきます。同時確率っていうのはもうすでに定義した、まあ、積次乗の確率のものです。次乗 a1.al に対して、まあ、その全てが同時に動く、全てが起こるという、ことの確率を a1.al の同時確率というふうに呼びます。で、まあ、一時このカツ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 と書くんですから、まあ、a1 カンマ点点点点カンマ al というふうに書くことにします。で、
同時確率 P が、あるんですね。これは何かちょっと、これ見にくいかもしれないですけど、確率変数、まあ、ある確率分布上で確率変数 X と Y があったとして、X と Y があったとして、その X がまあ A という区間に入ってて、 Y が B という区間に入っているという確率が、ある関数ローを、まあ、A という区間と B という区間で積分したものと表されるならば、このロー XI を同時確率密度関数というふうに呼んで呼びます。で、3変数以上でも、まあ、同様で区がいくたくさん増えて、30積分、40積分、50積分というふうにいきますですね。あの、だここは、まあ、密度関数の一般化です。変数が2つあったらね、変数が2つあったらば、まあ、20積分で掛け合います。さて、で、周辺化、これが非常に大事になってきます。周辺化というのはすごく大事で、今互いにそうな B1、B2、点々点が互いにそうな集合 B1、B2、点々点の和集合を取ったらオメガであるとしましょう。まあ、イメージはこんな感じです。要するに全体集合、全事象オメガが、まあ、B1、B2、B3、B4、B5 みたいな集合で、まあ、分割されている状況をイメージしています。互いに交わらず分割されているとですね。分割されている状況を考えるならば、まあ、この両辺と A、ある集合 A の共通部分を取れば、オメガと A の共通部分は A であって、でこっちが B1 との A の共通部分は B1 かつ B1、B2 との共通が A かつ B1、A かつ B2、A かつ B3、点々点々となりますね。で、ここのこっちの図で言えば、ここの部分が A かつ B1。ここの部分が A かつ B2、 ここが A かつ B3、 ここが A かつ B4 で、 A かつ B5 は空集合で、全部合わせると A になるということですね。まあ、結局はここでここで出てきた等式っていうのは、まあ、こういう全体集合をいくつかに区切ったら、まあ、当然 A もまあ区切られるよねっていう話ですね。区切った時に、このまあ 左辺というか左の辺ですね、左側にできた辺も互いやはり互いにそれですし、ここに4つ、これとこれとこれとこれは互いにそうですから、まあ、これを足したものはやっぱり PA の確率であると、ね、これとこれとこれとこれ足したら A の確率であるです、ね、PA かつ B 足す PA かつ B2 足す点点点イコール PA であるということが成り立ちますね。これをまあ周辺化というふうに呼ぶんです、この操作。ここで何が起きたかと、何が起きたかというと、この左辺にあるのは全部同時確率、これは同時確率です。 A という事象と B1 という事象が共に起きるという同時確率ですね。これも同時確率、点点点同時確率、左辺にあるのは全部同時確率であって、で全部 B の情報が入ってる、集合 B、 BI という情報が入ってるんだけど、右辺には B が消えてるとですね。 B が消えちゃったと、こうやって、同時確率を足し算して、変数を消しちゃうということを周辺化と呼ぶんですね。で、ここでやったことは同時確率 PABI ですね。 A と BI が同時に起きる確率、同時確率から BI の情報を無視して A の確率だけ求めると、まあ、無視してというか、まあ、BI の情報を、全部総和しちゃって全部畳み込んじゃって、 A の確率だけを考えると、 A の確率だけを求めるという変数消去をしているわけです。この作業を同時確率の周辺化と言います。特に確率変数に関する周辺化が重要となります。こんな感じになります。まあ、この後すぐ例を出します。同時確率の周辺化というものはどういうことかというと、確率変数 XY に関する同時確率の変数 Y の地域全体での和を取る操作、変数 Y の地域全体で足し込んじゃうという操作を周辺化と言います。例えば離散的な確率においてはこうなります。今 X と Y という2つ変数があったとして、ね、X と Y という2つ変数があったとして、この Y の方の全ての値について足し込んじゃうと、ここの全て、この Y 側のここの全ての値で足し込んじゃったら、Y がなくなって、X が X である確率になっちゃうですね。この作業を周辺化と呼びます。いいですか？いいですね。Y の値も全ての場合を足し込んじゃえば、区別、足し込んじゃえば区別しないということだから、ですね。Y の方を全部足し込んじゃえば、X だけ取り出せると。ね。
と言います。でそれから連続の場合には、まあ、こうなりますね。連続の場合には要するに y の方だけ全区間で積分しちゃうと、 y の方だけマイナス無限から無限まで全区間で積分しちゃうと、で、まあ、a は、まあ、調べた a で積分するとです、ね、これを周辺化と呼ぶと。いずれにしても、変数が2つあったら1個の変数について全部足し合わせちゃうというのを周辺化と呼びます。具体例は簡単ですから見てみましょう。いびつなコイン AB を投げた時の表裏の出方が以下の確率分布表に従っていたとしましょう。なんかいびつなコインがあると。で、投げたら2つ同時に投げたら両方表である確率が 0.18、 A が表で B が裏である確率が 0.1、 そんな感じで読むわけですね。でここには変数が2つあるわけです。 A と B ですね。 A と B2 つ変数があるわけです。これを周辺化してください。答え、簡単です。まず、PA 表、 A が表である確率を求めましょう。 A が表である確率ってのは B に関して全部足しちゃえばいいと。要するに A が表で B が表である場合と A が表で B が裏である場合を足しちゃえばいいと、まあ、つまりそうすると 0.1 足したら 0.1 で 0.3、まあ、つまりこの縦のこの列を足したらそれが A が表である。A が表である場合はこれまたはこれだから、この両方を足したのが A が表である確率になるということですね。で従って、まあ、A が裏である確率はその4乗だから 0.7、 B が表である確率というのはこう横にこう足しちゃって 0.6 ですね、という感じになります。だからこれはですね、周辺化といっている理由で、この、こういう分布があった時にそれを、端っこにバッと遮影したらこっち側にバッと足され込んじゃうわけですね。周辺にこう、遮影しちゃうと。 XY 平面があった場合、その XY 平面上の分布を X 軸上にバッと畳み込んじゃうみたいな、そういう、ことをするので周辺化と呼ぶわけです。端っこに持ってっちゃうというので周辺化と呼ぶわけですね、まあ、大したことじゃないですね。いいですね。表があったら縦横に足すこと、これを周辺化と呼ぶわけです。よろしいですか。で、まあ、積分も同様です。でこれ非常に重要ですね。実際に何か、例えば機械学習とかを、ね、書きたいとかっていう場合には、確率変数が、N 個ある何らかの分布を前提として、確率変数が N 個ある分布に対して、いろんな確率を計算したいと。その分布の上でいろんな確率だったり、いろんな期待値だったり、いろんなものを計算したいということが、あるわけです。でそういう時は、どういう手順を踏むかというと、一旦同時確率を求めちゃう。一旦同時確率を求めちゃって、それを周辺化して知りたい事象の確率を求めるということを行います。これは実際コンピューターで計算するによくやる手順です。一旦同時確率出しちゃってですね、同時確率ですね、その変数 N 個の変数の全てのバリエーションについて値を調べておいてですか。でそれを足し込んで周辺化する、欲しい確率を出す。わかりますか。要するにその何でそういうことをするかっていうと、同時確率というのは共通だから、同時確率を1回計算しておけば、それをいろんな方向に足し込めばいろんな計算ができるわけです。わかりますか。さっきのこの例で言えば、この表を1個作っておけば少なくともここで4通りの周辺化ができるわけだから、それでもう4通り計算できる。これ1個の表で、わかりますね。1個表を作っておけばそれを足し込んで周辺化していろんな計算ができると、なので一旦同時確率を求めてそれを周辺化するという手順を踏むことが多いです。でここで、今皆さん意識しておいてほしいのは、これ周辺化というのは非常に計算量が多い作業であるということですね。これは注意してください。なぜならば変数が N 個あった場合、それを例えば変数が N 個あってそのうちの1変数だけについて確率出したいんだったら、残りの N-1 変数に対して畳み込まなきゃいけない。 N-1 変数に対して全部足したり全部積分したりということが必要になるわけです。